躍動感があったりとか、なんか人が輝いている瞬間だったりするのが自分の写真の特徴だと自分で思っているので。写真を撮るっていうことはやっぱ感動したい、自分も感動したいし、踊ってる人でも見てる人にとってもやっぱり想像を超えた一瞬っていうのはやっぱり必ずできるっていうところがやっぱり写真の面白いところだと思う。だから自分の手の内で収まりきらない何かをここに持ってくることで、まあ、自分のなんていうかなイメージをこう超えるというか。で一緒に踊ることで生まれるものっていうのは、だからやっぱりコラボレーションだと思うんですね。ジョブの存在があって踊りがあって、やっぱり空間の中にどう橋本さんがいるかっていうところを、これも面白い、うん、一番一番こう視覚的に捉えてるわけじゃないんです。今この瞬間がいいと思って、もし僕がシャッターを切ったならば絶対間に合ってないんですよ。今ぐらい早い踊りだったら。だからそれはもう本当に楽器演奏してるのと一緒で、ずっと自分は自分でビートを、自分のビートを刻みながら、そこでなんかパッとあった瞬間がたまたまこういう視覚的にこう美しいこう状況になってるっていうことなんですね。まずまあ中盤にするメリットというのは、まあボケですよね。の人物とその背景のボケ感というのは、まあ、なだらかで、しかも人物が引き立つ。35mm のカメラで例えば、ね、1.4 とかに、ね、無理やり開けてぼかすんではなくて、自然にこう被写体が浮かび上がるっていうことがまず一つと、あとは大きいサイズに対応できるっていう。逆にこうプロにとって 35mm っていうのは若干特殊なフォーマットであり、うん、そうするとやっぱりプロにとって中盤っていうのは一番使いやすいサイズ。中盤が出るって聞いた時、もっともっとごついくてでかいのかと思ったんですけど、全然これだと手持ちとかロケとか全然できちゃいますね。しかもレンズもあれですね、まあ程よい大きさで、富士のレンズの特徴はもう最後のサインまで破綻しないで、日本人のこう真面目なものづくりを感じます。この GFX が出ることで、なんかちゃんとプロでも使える、なんかまあそのフラッグシップ機があって、でそのまあ、サブじゃないですけども、プロ2とか T2 があるっていうのは、やっとこう X シリーズの完成したんじゃないかなっていうことと、プロが使える道具としての認識にちょっと変わっていくのかなっていうイメージあります。